さあ始まりましたヤロッサ福井。今回は阿蘇津公民館にやってまいりました。何やら楽器の音が聞こえてまいります。実は今ハーモニー阿蘇津アンサンブルの皆さんがこちらで練習を行っているようです。早速覗いてみましょう。阿蘇津公民館を拠点に活動しているハーモニー阿蘇津アンサンブルは、福井市の住民参加型のまちづくりを目指す浦賀まちづくり推進事業によって平成7年に発足しました。それではまずはハーモニー阿蘇津アンサンブル団長の田島さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこのグループ、この楽団そもそもが浦賀まちづくり推進事業、こちらがきっかけで発足したということなんですが、はい、当時を振り返っていかがですか。そうですね、できた当初はここの公民館もなくて、はい、中学校の音楽室や小学校の体育館を使って練習してました。はい、現在はどういったメンバーが参加されているんでしょう。阿蘇津地区内外を問わず、はい、老若男女、とてもブランクのある経験者もいながら現役の人もいます。うん、はい、年代ではどうですか。そうですね、若い人からだと高校生ぐらいから、はいはい、で年いってる方はもうでも、うん、まあ、60代とかでも全然参加しております。うん、この阿蘇津地区にはすぐ近くに県立音楽堂がありますけれども、そちらの方でも活動されているそうですね。はい、年に一度定期演奏会を行わせてもらっています。はい、昨年は何でも節目の一つ大きな演奏会になったということですが、昨年の様子教えてください。はい、昨年はちょうど20周年という大きな舞台を持ちまして、はい、過去に来ていただいた方とかなどをお呼びして、うちの演奏を楽しんでいただきました。演奏されていた皆さんの様子はいかがですか。もう皆さん大満足で、もうやったっていういい感じで終わりました。さて、そういった定期演奏会、そしてさまざまな活動の中で毎年行っているある曲があるそうですね。はい、夢の町マヤソーズという曲をやっております。はい、私の楽団ができると同時に、はい、地区で公募を集めた歌詞を作って作曲した阿蘇津地区のためだけの曲です。ああ、なるほど。はい、それでは今ご紹介いただきました毎年行っているといいますその曲をお聴きいただきましょう。それでは団員の方にお話を伺ってまいります。活動してどれぐらいになりますか。僕が参加するようになってちょうど2年経ちます。はい、活動したきっかけは何だったんでしょう。最初は団長から誘いを受けまして一緒に吹いてくれないかと言われたのがきっかけです。
学生時代に楽器の経験があるなどですか。はい、中学校の時にトロンボーンを、はい、吹いておりました。また大人になってからこういった活動をされて感想はいかがですか。そうですね、まだまだ下手くそなんですけど、やっぱりみんなと、音頭を合わせていくっていうのがすごい楽しみで、はい、毎回の練習がすごい楽しみです。これからの目標などありますか。そうですね、やっぱり上手な先輩方がいるので、そういった方を目標にして自分も上達していきたいと思います。分かりました。活動を始めて感想はいかがですか。とってもいい人が多くて、麻生津のこともたくさん知れるので良かったなと思っています。何かこの活動に参加してから自分の中で変化などありますか。あ、そうですね、麻生津のことが何も分からなかったんですけど、とっても大好きになりました。はい、担当の楽器は何でしょう。クラリネットです。クラリネットと言いますと木管楽器、そしてこういったオーケストラでも最前列の方で目立つパートだと思うんですが、楽器の魅力はどんなところにあると思いますか。やっぱりメロディーをこう多彩に吹けますし、それからクラリネットだけでも、はい、何重奏って50奏とかっていうふうにいろんなこう伴奏系、それからリズム系、それから和音系、そしてメロディー全部で和音が作れるっていう、はい、クラリネットだけでも、まあ、他の楽器もできるんですけれども、そういうのがすごく楽しいです。ハーモニー麻生津アンサンブルでは10代から60代まで幅広い世代の団員が活動しています。世代が違うからこそそれぞれの年代が奏でられる音色があります。その音色からは音の広がりや柔らかさを感じられます。子どもから高齢者まで幅広い世代に演奏を楽しんでもらいたい。楽団では演奏技術の向上はもちろんのこと、地域にハーモニーの輪を広げようと、さまざまな場所で演奏活動を行っています。さて、田島さん、定期演奏会以外の活動というのはどんな活動を行っているんですか。地域の地区体育祭や文化祭に積極的に参加して、はい、あと福祉施設の慰問演奏や、寒月の湯という地域のイベントにも参加していきます。寒月の湯というのはどういったイベントなんでしょう。ハーモニーホールを舞台に、はい、麻生津地区で実行委員を立ち上げて、そこで皆さんに音楽を広めようという活動をしています。ということはまさにこの地域のために音楽を届けていこうというような活動なんですね。そうですね。ちなみに田島さんはこの楽団でどんな担当されているんですか。私はトランペットを演奏しています。トランペットを一概に鳴らすと言いましてもなかなか音色も難しいと思うんですけれども、求めている音とかこんな風にできたらなというような、まあ、目標、音の目標というようなものはあるんでしょうか。そうですね、いつもとんがってる音と言われているので、はい、柔らかい音色を作っていきたいなと思っています。なるほど。さて今日はですね、皆さんが演奏しているということで、私も実は音楽は大好きなので見るのはもちろんなんですが、せっかくですからちょっと参加させていただきたいと思います。お願いできますか。はい、わかりました。それではこの皆さんの演奏に私も参加してみましょう。それでは実際に皆さんの演奏に加わりまして、私も演奏を行ってみたいと思います。担当はこの大きなバスドラなんて言われますバスドラム、また大太鼓というものとは違うんですが、オーケストラ用の大太鼓、バスドラムですね、マレットを握って体験してみたいと思います。隣で田畑さんのご指導いただきながら進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
ということで、なんとか田畑さんのご指導のもとですね、譜面通りに進めることができました。やはり音楽というものはいいものですね。そしてやっていくと、さらに自分でこんな音を出したいという欲が出てまいります。だからこそ続けていけるのではないでしょうか。ぜひあなたも始めてみてください。さあ、先ほど私が体験を行った際にサポートいただきました田畑さんにもお話を伺います。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。先ほどお疲れ様でした。いい、こちらこそありがとうございます。普段どんな気持ちで演奏なさってるんでしょう。半分仕事の分ばらしもありますけど、やっぱ楽しむっていうことが大事ですね。楽しむ。田畑さんは活動の経歴、まあ、経験といいますか、その期間というのはどれぐらいなんでしょう。一応この阿蘇ズアンサンブルが立ち上げの当時からずっといます。もうほぼ創始者といいましょうか、もう創設のメンバーと。前から、はい、その、はい、これからの活動、さまざまな活動がありますけれども、楽器に音色にどんな思いを込めて演奏したいと思ってますか。やっぱしですね、自分が楽しく、はい、なければお客さんにも伝わらないかなと思ってますので、やっぱその楽しさというものを、表せたらいいなと思ってます。わかりました。今担当はどんな楽器でしょうか。ユーフォニアムという楽器です、はい、ユーフォニアムの面白いところはどんなところですか。とにかく音がとっても綺麗なんです。弾いてて自分も見てる側だけじゃなく、はい、自分もとっても楽しくなる楽器です。今までの活動の中で思い出に残っている活動、記憶に残るそんな場面はありましたか。ソロを少しだけ弾かせてもらった時があって、その時にすごく皆さんからよかったよっていっぱい声をいただいたんで、そこが一番楽しくてなんか力が出た時だったんです。担当の楽器は何でしょう。トランペットです。はい、なかなか難しいんじゃないですか。難しいですね。はい、これからさまざまな演奏会活動があると思います。活動や楽器を演奏するその音にどんな気持ちを込めていきたいですか。そうですね、やっぱ聞いていただく人になるべく気持ちよく聞いていただくように、うん、吹きたいなと思ってます。はい、わかりました。はい、どうもありがとうございます。さあ、お話を伺った皆さん、さまざまな気持ち思いを込めて楽器と向き合っている、それを音色にして皆さんに届けているようです。その熱い思いがこもった一曲、最後にもう一度お聴きいただきましょう。やっぱり音楽っていいものですね。ということで、さあ田島さん、これからの活動について教えてください。はい、今度は12月13日の日曜日に、はい、ここ公民館にてクリスマスコンサートを行う予定です。はい、また現在こちらの団員を募集しているということですね。はい、そうですね、常にも足りないパートがあるので、はい、いっぱい来ていただけると嬉しいなという思いで団員募集しております。はい、例えば学生時代そういった演奏をやっていたけれども大人になってやっていないという方であったり、もう一度音楽を始めてみたい、新たに始めてみたい、どんな方でも構わないですよね。もちろんそうです。
それでは最後に田島さんの、そしてこれからのこの楽団全体の活動について、抱負や目標があれば教えてください。はい、今まで以上にやはり地域にもっとしっかりと大切でやるという楽団に作り上げていきたいなと思っております。まあ、外でやっても中でやってもやはりその音色というものはどこまでも響いていくものだと思いますので、これからも素晴らしい演奏を音色を響かせてください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、今回のヤロッサ福井はハーモニーアソーズアンサンブルの皆さんをご紹介いたしました。楽しい音楽をやりたい、これからも続けたいという思いは世代も年齢も構わない、それを超えてもまだまだ続けたい、そんな思いは皆さん同じようです。これからの活躍に期待しましょう。そして今後の活躍に期待するだけでなく、テレビをご覧のあなたも参加してください。ぜひ仲間になって一緒に音楽を楽しみませんか。それでは皆さん、これからもやろっさ、グリー。